はい、あのマイナンバーカードを申請したんですけど、昨日、えー、受け取りました、受け取ってきました。受け取るのもね、結構大変でしたね、横浜市の場合。なんか、あのー、1ヶ月ぐらいあ、申請してできるのに 2, 2ヶ月ぐらいかな、でかかって、また受け取るのに予約で1ヶ月ぐらいかかりましたね、取りに行くのに。取りに行くのすら、そのぐらいかかったんですけど、で、 えー、コードギアスのルルーシュのコスプレの写真で提出してと、受理されるかどうか分かんなかったんですけど、受理されましたね。はあ、僕の、だから、マイナンバーカードはあのコードギアスのコスプレしてます。<laughs> はい。えー、で、ちょっともう全部写す、映すとあれなんで、あれですけど、まあ、こう,こういう、今この水色の欄に、住所変更したらここに書く形で、で、これいっぱいになったら、 免許証とかだとシール貼るんですけど、これなんかもう、交換見たくなるらしいですね。交換する際は、えー、料金、かからないらしいですけど、これ、ひ、俺なんて選挙とかで引っ越しとか結構すると思うんで、こう、埋まったら嫌だなっていう、まあもうすぐ埋まるやんとか、ちょっと思う、そういう感じ、ちょっと、な、テンション下がりましたね。せっかくコードギアスの、 ややつでっあのこれ10年ぐらい10年ぐらいこれ使えるみたいなんですけどで更新がパスワードとか設定するんですけど,どうパスワード設定が5年ごとに来るみたいでやんなきゃいけないとはいでなんか臓器提供の意思みたいなのも書いてあるんですよこれし右,右下の方書いてありますけどはいちょっと一旦横をずれますスライドします ちょっと一旦ストップします。こういうシール、こういうなんかね、ふこういう袋に入れてもらいましたね、なんか。ここがなんか多分、臓器提供するかどうかのやつで隠してて、ここは性別を隠してますね、こっちは。これを裏のカードは個人番号、裏面にある個人番号を隠してますね。で裏面のこの辺に IC、IC チップみたいなのが付いてます。 名前、俺もたはここに名前、住所、生年月日、有効期限、性別、で、横浜市長、え電子利用書の、え有効期限はこ年っていう形で書いてますね。あの、誕生日はですね、次の誕生日。で、臓器移植のやつ。ま、そんな感じです。う <laughs> そんな感じですけど、で、僕はあのー、 でこれ何がすごいかって、昨日マイナンバーカード、ちょ、ちょっとストップします。はい、これ何がすごいかって、マイナンバーカードを使ってコンビニで住民票が取得できるっていう。で、これで俺ね、昨日住民票取得したんですよ。住民票必要で。で、良かったです、ちょうど。しかもね、あのー、早朝夜間休日でも利用できて、えー、窓口はより手数料が安くなると。まあ、50円だけなんですね。で、コンビニでね、ほんとね、利用できてね。 あ結構ね、簡単でしたね。まあ、こんな感じで、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍、えー、と、証明書。ちょっとストップします、はい。ちょっとあの、戸籍に関してはちょっと、あ、う、の、ん、必ずしもっていう感じなんですけど、住民票の写しとかは、あの、横浜、 市民なんですけど東京でも取れましたね東京のコンビニでも結構簡単でしたあ,あの本籍地や本籍地とかも入れることできましたね世帯主とかはいでこれ一応気をつけなきゃいけないのはああの作ってから24時間経たないと、えー、コンビニとかで使えない 買ったんで、はい、それ気を付けてくださいあと紛失したらこれ、あのー、消費権有効期限が切れて交換ならお金かかないんですけどなくしたりすると1000円かかるんで気をつけてくださいであとこのパスワードなんですけどこれ求められるんで 6, 6文字以上の16文字以下の英数字のパスワードと僕書いてないですけど数字4文字必要で コンビニでで数字四文字文のパスワードを入力しななきゃいけないけんでこ,れこれを設定しないとコンビニとかで使えないんでちゃんと記憶僕は書いてないです記憶しないといけないですねはいまあそんな感じなんでえマイナンバーカード遅ればせながらえ手に入れましょうこれでねマイナポータルマイ,何ですかマイナポイントみたいな5000円のやつこれもらうにはこのた確かこれ必要だったんでマイナンバーカード まあだから取得しましたけど、はい。で、まあ、ルルーシュの顔写真で撮りました。ということで、以上、行動テレビでした。お前ら、愛するぜ。